ウィキペディアバスク語版ウィキペディアバスク語版ウィキペディアはバスク語で書かれたウィキペディアである。2010年8月19日時点では58,124項目を持ち全言語版中で45番目に項目数が多かった。2014年12月時点では11人の管理者、270人のアクティブな投稿者、5万5,000人の投稿者がいる。 同時点の日本語版には約8万のファイルが存在していたのに対し、バスク語版には基本的にファイルが存在しない。同時点で約20万5000項目を持ち、全言語版中で34番目に項目数が多かった。なお、2018年8月現在においては31番目に項目数が多い。S ノローグの推定では2014年時点で バスク語は66万5800人の話者を持つ。10万人以上の話者を持つ言語版を対象とした2014年12月時点の統計でバスク語版ウィキペディアは笑い語版に次いで話者人口比で2番目に項目数の多い言語版である。話者人口10万人以下の言語版も対象に含めるとアラゴン語版やオック語版に次いで話者人口比で8番目に 項目数の多い言語版である。2001年12月6日に設立され、初の項目として、ルーラが立候された。2003年11月にメインページが作成された。2007年8月のインタビューで、ウィキペディアの共同創設者の一人であるジミー・ウェールズは、ウィキペディアが小規模言語版を持つ、理論的根拠として、バスク語版やカタルーニャ語版を例に挙げた。 2008年1月25日、バスク語版ウィキペディアは、バスク語の時事週刊誌、アルジアによって、アルジア省のインターネット部門に選出された。2011年5月21日、ユースカラーリンデウェクアという項目で10万項目に達した。2011年12月、バスク自治州政府文化大臣によって1万選の新記事が追加された。2014年9月19日、 マルダという項目で20万項目に達した。2016年1月1日時点では22万記事を下回っていたものの、その後の約半年間で大きく記事数を伸ばし、2016年6月23日にオブアシュットという項目で25万記事に達した。そして2018年7月に30万記事を突破した。ありがとうございます。